風合いがめちゃめちゃいいです。シンメトリーじゃないんですよ、アシンメトリーです。かなりおしゃれな感じのメンスタイリングできましたね。いいじゃないですか。まあこちらセットアップで着用しております。はい、どうも、ワセのメンバーです。今日はですね、ネイビー、こちらをですね紹介していきたいと思うんですけど、まあ、前回の動画ちょっと見てもらいたいんですけど、こっち貼っておきますね。色ポポポン。スウェットをですね、今回あ、間違えた、前回ですね紹介させてもらったんですけど、まあ超有名アーティストさんとのコラボのスウェットですね、こちらの時に僕がご紹介ちょっとさせてもらったデニムのセットアップがあるんですけど、こちらがですね到着したので、今日はそのデニムのセットアップを紹介していきたいと思います。デニムって今季結構注目度高くないですか？いやまあ、もう我々はね、もう毎シーズン注目度は高いですけど、まあ、ね、まあ注目というか、もうあれじゃないですか、もうベーシックアイテムというか、まあ、ユニフォームみたいなもんじゃないですか。ベーキューテーマ、まさに、でなんですけど、まあちょっとこうファッションの流れ的には、まあデニム離れなども言われてたんですけど、またデニムブームみたいな感じでちょっとありつつあるじゃないですか、なのでまあ各社いろんなデニムを出しております。各ブランド、以前ご紹介したユハのああいうふうにきれいめのデニムのセットアップだったりするんですけども、今回、ネームのご紹介するセットアップはですね、そういったユハのきれいめとは対極的な、非常に、まあ、ヴィンテージライクな、そしてカジュアルなラフな、着やすいセットアップとなっておりますので、ぜひよかったら最後までご覧ください。はい、このバースデーチャンネルはですね、少し中国大名にありますセレクトショップバースデーのチャンネルとなっております、19時に発信しておりまして、内容としては洋服の紹介、スタイリングのご紹介、そして香水のサノマ、シルバーアクセサリーのワカン、シルバースミスやトゥアレグジュエリー、そして e バイクのスーパーセブンティースリーアルバム、こちらを紹介しているチャンネルとなっております。まあスーパーセブンティースリーはですね、まあ西日本でうちしかやってないような超スペシャリティなモデルの、速攻動画なんかも上げてるんで、よかったらいろいろチェックしてみてください。そして皆さん、チャンネル登録といいねボタン忘れずにお願いします。じゃあですね、アイテムの方ご紹介していきたいと思います。今回、お待たせしました、ご紹介するこちらがネームのセットアップですね。もう見てわかる通り、かなりウォッシュをかけております。フェードブラックですね。そうなんですよ、この、まあ、グレーに近いようなこの色の僕デニム大好きなんですよね、まあ、こういうのに、まあ、いろんな色を合わせていくわけなのですが、まあ、今季のイメージとかだと、まあ、ワントーンでこういう風にセットアップで合わせたりするのが一番分かりやすいと思います。真っ黒じゃなくてあえて淡い色味というですね。はい、じゃあちょっとアイテムの方寄っていきましょうか。まずは上の方からいきましょう。これですね、はい、もう名作の形でございます。もうこのプリーツがですね、ここに入っておりまして、ここの片方の胸のポケット、はい、もう皆さん分かると思います。そう、ファーストタイプでございますね。でこちら袖を、オーバーサイズにかなり作っております。でこれでサイズ1っていうサイズですね。もう見るからにああ大きいなっていうのが分かるんじゃないでしょうか。そしてですね、後ろにはちゃんとこういう風にシンチバックル付きでございます。はい、あ、こういうのとかもいいっすよね。でここはちゃんとタックを入れて立体的に仕上がるようなシルエットですね。これはもうぜひ後で着ていきますので、ぜひそちらをお楽しみください。そしてパンツの方ですね。はい、もうこれあれなんか形おかしくないかちょっと思いません？あ、なんかちょっとこう左の方っていうんですかね、ちょっと長いですね。そうなんですよ、シンメトリーじゃないんですよ、アシンメトリーでございます。これはどういうことなのでしょうかと思うじゃないですか。皆さん、これちょっとですね、今季のネームが提案しているある特殊な履き方がありますので、ここは着用をぜひ皆さんお楽しみしてもらえるといいんじゃないでしょうか。まあ、いわゆるもうバギーパンツみたいな感じの超ワイドですね。はい、でここですね、はい、まあ、5ポケットの、コインポケット付きのパンツでありまして、でこんな感じです。後ろは、まあ、これはですね、まあ、後ろもちょっとあのポケットの位置がずれてますね。そうなんですよ、全体的にこうちょっとなんでしょうね、ずれてるという、そうです、うん、アクセントが効いたような、これはですね、ずれてるのも理由があるわけです。なるほど、履いてみた時に分かるその形になりますので、試着というかですね、スタイリング楽しみにしてください。ですね、その前に、ちょっと素材の話を軽くだけしとっていいですか。はい、そうですね、いわゆる、まあ、染め方が、まあ、ロープ染色というちょっと特殊な染め方でして、分かりやすく言うと、芯にですね、芯まで染まりにくい染色方法なので、こういう風に色の風合いというかですね、変化の仕方が非常に綺麗に色落ちが出る、デニムを生地を使っておりますので、今回風合いがめちゃめちゃいいです、うん、なんかこうケミカルウォッシュのソフト版みたいな。ああ、そうそうそう、うん、まあ、色落ちしやすいところにしてるので、かなり綺麗に落ちてるんですよね。確かに、もう最初からすでに何でしょう、ほんとヴィンテージっぽいようないい風合いになってるので、これ動画で伝わってればいいんですけど、店頭で見てもらったら皆さんさらによく感じるからですね。確かに、ぜひ皆さん店頭に来てくださいね。はい、店頭に来れない方は、はい、
こっち、どっちだ、こっちだ、しましょうか。オンラインストア、これありますんで、よかったらここからですよ、こうピーってネームの欄が、こう左側にですよ、ちょっとしたらピッて出てくるんで、そこからネームの方に行って、はい、パンツとデニムとこちら出てると思いますので、そこからご購入してみてください。はい、はい、じゃあそれではお待たせしました。スタイリングの方をご紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、ネームの、こちらデニムのパンツと、こちらスウェットですね。こちらで合わせております。もう分かりやすい合わせじゃないでしょうか。確かに、まあ、かなりワイドですね。ワイドでございます。で、今期のネームのテーマが、まあ、架空のですね、まあ、カレッジものというか、うん、まあ、そういうイメージでやっておりましたので、まあ、カレッジロゴのスウェットに、まあ、こういう風なデニムですよね。なるほど。まあ、イメージとかだとちょっとこう90年代の、まあ、スケーターカルチャーに近いようなところからインスピレーションを受けておりまして、パンツがですね、ちょっとさっき言った特殊な履き方ですね、寄ってみていただきたいんですけど、ここなんか分かります？あれどうなってんのみたいな、タックがこういう風に入るようになってるわけですよ。なるほど。これですね、どういう風なことかと言いますと、はい、すいません失礼しますね。あ、じゃあおパンティ見えるんですか？おパンティ、あ、大丈夫です、履いてるんで、履いてるから安心してください。休むなみたいなこと言わせないでください。村並んで休む。村違いですが、こういう風にですね、ここを見てください。こういう風にですよ、ベルトループにここですね、はい、引っ掛けまして、大体ここに 1,2,3,4 あります、はい、のにここに引っ掛けまして、こうタックを作るじゃないですか、はい、で引っ掛けまして、よいしょ、こうですね、はい、でそこから通常通りの穴にしていただくと。なるほどですね。ほよ、こういう風に、でベルトレスで、こういう風に楽しめると。ほう。でそれこそ昔のその当時の人たちとかって、でっかいパンツをベルトで絞って、まあ、タック作って履いてたりとかする履き方が、まあ、ありまして、まあ、そこのインスピレーションからのデザインですね。ここ。なるほど。もともとこっちにはタックがあって、そうそうそう、そしてこっちはベルトループでうまいことボタンに引っ掛けてタックを作るという、そうです、そうです、そういうねギミックになってるんですね。なので、まあ、僕結構ウエスト細いんですけど、これでサイズ0で実際余裕で履けます。なるほど。でもうここに関してはアジャストできるので、皆さんウエストの心配はしなくていいです。なるほど。そこもいいところですね。で、まあ、実際僕はですね、まあ、サイズ0でこの緩さなんですけど、正直、展示会とかでサイズ2とかも履いたんですけど、全然履けます、どのサイズでも。なるほど。なので皆さんなんかどれぐらいのゆとり加減が好きかで、サイズはパンツは選んでもらっていいかなと思います。まあ、サイズ1とかだともう少しここの幅が出るような感じなので、まあお好みの緩さ加減で選んでもらってはいいと思います、パンツの方ですね。じゃあちょっとこれ分かりやすいネームのスタイリングをしたので、ちょっとですね、まあ他にも合うぞというところをですね、もう一つ紹介したいと思います。はい、今回はですね、三原康弘のチェックシャツで合わせております。かなりおしゃれな感じのねスタイリング組みましたね。これいいじゃないですか。まあそれこそもう分かりやすいデニムとチェックシャツ、アメカジのスタイルですけど、結構今まで僕たちがバースで提案するスタイルだと、細身のチェックシャツとか細身のパンツにチェックシャツが多いじゃないですか。確かに。なんですけど、どちらも緩い合わせとかしていただいても非常に合いますからね、今回。まあ我々の得意とするスタイルですね。そうですね、のシルエット違い。確かに。結構僕の中でネームと三原康弘って結構相性いいんですよね。サイジングといいね。そうなんですよ、非常に合うので、まあ、こういうシンプルな、シンプルというか、まあ、使いやすいパンツの上にあえて三原の癖を持ってきたりとかしても非常にいいスタイリングができるので、逆にですよ、三原を普段好きな方とかは逆にネームのパンツ持ってきたりとかしてもスタイリング組みやすいんじゃないでしょうか。こういう合わせですね、うん、かっこいい。で今回このチェックシャツまだ紹介多分してないですもんね。そうですね。なのでこれも後日また紹介していきたいと思います。それでは最後にセットアップで着用していきますので、最後までご覧ください。はい、お待たせしました。こちらセットアップで着用しております。ゼロですよね、これサイズ。サイズ、これがですね、残念ながら上は1です、ね、すいません、ゼロがですね、なくなっちゃったんですよ。あ、なるほど。で僕はまあ本当は適正サイズ、まあ、ゼロで全然いけちゃうんですけど、1だとよりなんかオーバーサイズの着用感になりますね。なるほど、上が1で、そしてこのパンツが0と。なるほど、なるほど。そうなんですよ。で皆さん、まあ、そこに関してサイズ感もどれ着てもある程度オーバーになるんで、まあ、緩く着たい方なんかは全然、僕が身長170の55キロとかなんですけども、サイズ1も全然着れます、まあ、この緩さですね。なるほど、まあ、むしろ僕はこれぐらい緩く着たいなっていうところがあるので、むしろちょうどよかったですね。なんか今回この
セットアップネーム側でも非常に人気だったみたいですもんね。いやこれはやっぱ注目度も高いというか、うん、デザイン性が高いですからね。いやそうですもんね。ルックでも非常に何でしょうシンプルながら目立ってたアイテムですので、ぜひ皆さんお早めにお買い求めください。もう一回貼っておきましょう。こちらにですねオンラインストアございますので、よかったら見てみてください。サイズ感とかですね細かいところ気になる方はぜひ概要欄の方にですね、リンクの方 DM、インスタグラムだったりお問い合わせ欄ありますので、ぜひよかったらそちらで、お問い合わせしてみてください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。こちらデニムのセットアップ、まあ、今期はですね普段デニムを、がっつり作ってないところからも新しい提案としてデニムを出したりとかですね、いろんなうちはですね今までだとレターズだったりマインデニムだったりデニムが非常に強いブランドからアメカジ定番のアメカジスタイルのデニムが出てたのですが、今回はいろんな幅広くデニムを取り揃えておりますので、皆さんこれを機にデニム挑戦してみてはいかがでしょうか。最後まで見てくださった皆さん誠にありがとうございました。またぜひ次回の動画で店頭でお会いしましょう。ありがとうございました。